最初の目的地千光寺の展望台にまずは登りましょう。ひとたび総国の力備え、ここ大宝山は西の白虎、あちらの愛宕山が玄武、向こうの瑠璃山が清流、そして南の尾道水道の向こうにそびえる岩屋山が朱雀になります。別名ポンポン岩とも呼ばれており、聞こえましたか、風光明媚な港町を一望する千光寺には多くの文人墨客が訪れています。ここからあちらの向かい島にある岩屋山を見てください。冬至の日の朝日は岩屋山から登り、観音様にまっすぐ当たります。おい、お前何をちんたらしている。あっ、くたびれたぞ。せっかくすぎるわ。モテないわよ。モテるモテないなど私には関係ない。私は神なのだから。ここ愛宕山西国寺は天平年間中行基菩薩創建と伝えられる真言宗第五派の大本山です。おい、なんで先に行くんだ。置いていかれたと思っただろう。階段の手前右に入ると願いが叶うものだけが軽く持ち上げられるという重軽さもありますから、後でご案内しましょう。